We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas! どうしたんすか、メリークリスマス。まだメリークリスマスじゃないですか。メリークリスマス。皆さん、クリスマスプレゼントにチャンネル登録よろしくお願いします。今日は一日これから何するんですか。今日は一里さんと今から遊ぶところですね。ダンスを休みの日にするらしくて、今ダンススクールまで向かってるところですね。ここらしいですね。着きましたね。めっちゃなんか綺麗な。こんにちは。どうぞ。お願いします。こんにちは。あ、おざます。体験レッスン行きました。あ、おざます。どっこいさん、あ、よろしくお願いします。さとこです。あ、ここでダンスされてるんですか。はい。あ、これもユニフォームですか。いや、これは手で。あ、私服さ、ベトナムの民族。あ、そうですか。ユニフォームっぽいですね。じゃあもういつも通りレッスンしちゃってください。わ、はい、かりました。僕らもそれについていく感じで。はい、はい。そうで、大興奮してます。おおいい子っすね。ありがとうございました。どこへさん、入会決定ですか。いや、なんかね、やっぱ失礼かもしれないですけど、はい、面白いと思えなかったです。ダンサーお疲れ様です。お疲れ様でした。いつもお世話になってるラブ代表の一里さんです。今日は一里さんに密着ということで、はい、一里さん、まずどういう経歴なんですか。埼玉の草加っていうところですね。はいはいはい、はい、地元は。1年間だけ職人をやったんですよ。何の職人なんですか。飛びかじって、ガスで鉄を切ったり。ガス、へぇ。副都心線とかあるじゃないですか。鉄道作ってました。鉄道作ってたんですか。山手線の渋谷恵比寿の間、あそこの地下で。すごいですね。やってましたね。この仕事されて、またなんでホストになられたんですか。元からホストやりたくて。で、ホストってその時も飲めない時代になってたんですよ。もう18、19だと。学校卒業したのが18じゃないですか。だから1年間だけ職人やって、20歳になる年になったら歌舞伎町行こうって。地方挟まず、ね、あ、もう歌舞伎町です。あ、そうなんですよ。職人やってる時に、はい、東北の大震災あったじゃないですか、はい、そこでもう仕事一気になくなったんですよ、一回。職人の時、はい、これはもうそういうチャンスだなと思って、そこからも歌舞伎町に出ようと思って出てきました。トータルホスト歴は何年なんですか。もう10年とかですか。10年ぐらいですね。ありますね。代表になるまではどちらで働かれてたんですか。トップダンディファーストですね。あ、そうなんですね。はい。どっかさん YouTube では何度かでやってるんですか。小夏のいる、はい、小夏のいるトップダンディファースト。ファーストの前ですね、僕が一番最初に働いたお店、ラブっていうお店だったんですよ。あ、え、そうなんですか。シンさんがなんかこう店名で迷ってる時に、はい、トップダンディラブと。僕がラブ出身っていうのも知ってたんですよ、はい、よく考えると、あ、まあ、しっくりくるなみたいな。トップダンディラブになってます。トップダンディラブになりました。英語のあのまんますか。英語のあのまんます。名前何で迷ってたんですか。他ラブの他、トップダンディエースみたいなのもありましたね、はい、かっこいいですね。エース、エースかっこいいですね。トップダンディエース、はい、イシルさんのホストとして一番売れてる時って、はい、なんかエピソードがあります。売上とか、お客さん、お前とか、1日でこれだけ売ったとか。1日っていうの最高売上って言われると800万ぐらいですよ。その月はどんなぐらいだったか。その月は2200万でしたね。給料って1000万以上です。出ましたね。給料もらってなんか使ったとかあったんですか。使ってないっすね。使ってないっすか。そうなんですか。今とか昔含めて主に給料何にいっぱい使ってるなっていうのがあるんですか。聞くと家賃ぐらいじゃないですか。これも高そうっすね。シルクっすか。いや、これマジ安いっすか。安いっすか。ベトナムの社員旅行行った時に、はい、多分数百円で買った。マジっすか。でもこれめっちゃ変わるさ。めっちゃいい生地っす。シルクっすよ。ちょっと汗ばんでますけど。服結構高いの持ってるんですか。キャップって言うんですか、はい、で100万ぐらい。あります、あります。え、スーツですか。いや、スーツじゃないですね。あと僕洋服いっぱい買うんですけど、後輩にあげちゃうんですよ。ワンシーズン着たらもうあげちゃうんですよ、着たら。僕と河原さん毎日同じ服っすね。本当にマジで全く同じっすよ。僕と河原さん。そういえば今からどこ行くんですか。一里さんの行きつけの焼き鳥屋っていうんですか。もつ焼きっていうんですかね。ラブの従業員みんなそこ好きっすよね。運営陣は好きっすよ。あ、好きっすよね、はい、ジュリーさんとも一回そこ行ったんですよ。
無理だ。男の好きそうな感じですね。いい店っすね、はい、渋いっすね。なんか社交ダンスからのギャップすごいっすね。差が結構社交ダンスからのいつもありがとうございます。そうありがとうございます。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 さっきの鈴木なんですけど、はい、どっこいさんの YouTube で今ラブが結構メインで動画上がってるじゃないですか、はい、YouTube 出ることに決めた理由というかどういう思いだったんですか。楽しそうだなって思いました。店の PR がとかそういう目的が最初じゃなくてちょっと楽しそうっていう思いが強かったんですか、はい、どっこいさんと一緒に映る楽しそうだなみたいな、それが始まりです。まあでも PR も兼ねていきたいです。でもリアルにめっちゃ有名っすよね。めちゃくちゃ有名になりました。有名っす、はい、シンさんが大阪行って、あのケン君の店の社長なんですか、マジっすか言われ、はい、言われたらしいです。めっちゃ面白いじゃないですか。実際が YouTube いろいろ出られてみて、今どっこいさんへの思いとか YouTube どう思ってるんですか。ものすごく感謝してますよ。本当ですか。やっぱ一番最近で言うと恩恵受けてるのはジュリーさんですよね。あ、ジュリーさん、そうですね。ジュリーさんマジでもう最近肩で風切って。マジっすか。有名人風のオーラありますよね。初回のお客様とか来るじゃないですか。見たことあるって言われるんですよ。言われるジュリーさん。そしたら、あ、まあ、みたいな。それを見てちょっと楽しんでる。マジっすか。体験。求人とか募集してます、ホストは。めっちゃ募集してますよ。どういう人と働きたいですか。シンプルに稼ぎたいだと、自分の夢を叶えたい、まっすぐにこう自分の人生を歩めるような男の子と一緒に働いていきたいですね。その中であの成長していってお店作りを一緒にできるような関係になっていけたらよりいいかなって思ってます。代表としてはある程度経験者が欲しいのか、未経験でそれともめっちゃやる気ある人欲しいのかみたいな。未経験でやる気ある子欲しいですね。逆に未経験からじゃないとダメまでありますね。未経験から伸ばすシステムもあるんで、全然自信を持って未経験の人に来てほしいですね。本気でやったらもうすぐ売れる環境っていうのがうちにあって夢ありますよ。今日は飲んでいいよ。本当ですか。え、遠慮してる。いや、あのいつも飲んでない。あ、そうだよね、はい、今日は飲みたい。飲みたいですね。ほどほどに飲んでいいよ。はい、ありがとうございます。乾杯。乾杯。次は10万売るまでもう飲めないから。わかりました、はい。おい、夏も行ってきたんだよ。あー、そういうこと。黒いってこと。あー、まあっすね。あー、まあっすね。あー、そうです。僕もじゃああれください、お酒。どう、お酒ください。お酒、酒一。今日はその代表特集ということで一日密着してきたんですけど、コウマさんってめちゃくちゃもう代表の信者みたいな感じじゃないですか。もう信者、まあまあ師匠みたいな感じ。あ、もう師匠とかボスとか、まあ、そういう感じですよね。昔の話とかもいろいろあるんですけど、ここ最近とかだったらその僕のいないところでなんか僕の話をしてくださることが結構多くて、今年入ってずっと調子悪くて、売り上げ的にも最近徐々に戻ってきてて、顔が良くなったんですよねっていうのをよく言ってますとかっていうのは。顔色とかですか。顔色は表情が美中です。あ、頑張ってるみたいですよ。はい、それこそ今日も脱毛1年半ぶりぐらいに行ってサボってたのちゃんとやろうと思って。確かに10万人にとろけるような顔のコンディションではないですよね。ヒゲ濃いし、しっかり映るとパジですよね。はい、しっかり映る。そうですね、そうですね。基本的にもうブチ切れの盗撮だけなんで。間違って面があるから言われてんだろ。次大変に、まあ、もう一回やったら、もう引き寄せますから。コバさん、簡単に自己紹介をお願いします。年齢と、はい、出身地とホスト歴、お願いします。はい、トップダンディラブ、ハムロコーマです。今年27歳になりました。千葉出身です。ホスト歴は7年目です。代表とも8年目ですか。8年目だ。ですね。長い。はい、8年間いろいろあって、はい、なんかインパクトあることがありますか。一番のエピソード話していいですか。あ、どうぞ。あの、僕もともとトップランディファーストに、まあ、いたじゃないですか。2週間無血をしたんですよ。コーマはもうクビだと。トップランディファースト、もうこんなん置いていけないってなった時に、もう代表が僕がしっかり刺すんでもうチャンスくださいって、そう言ってくださったらしくて、頼むからしっかりしてくれっていうのを一里代表から連絡その当時いただいて、これはやばいと思って村雨さんにすぐごめんなさいって。なんでこっちで盛り上がってるんですか。熱い、こんな熱い話して。
コウマの役職が1個上がるたびに涙が出ましたもん、ね、本当に本当に本当にラブに仕掛けてきた時に誘ったんですか。一番最初に誘いました。なんかラブ作る時ってそのファーストにいる状態じゃないですか。で内緒だったんですよみんなに。あ、はいはい、でもコウマにはついてきてるよろしく。ほんとこのままです。何人にとかじゃないですよ。もう言わない、何も言わないです。ロッカールーム呼ばれて、うわ何人って思って来られるの嫌だなって。ロッカールームで吸ったんですか、うん、ご飯中とかじゃなくて。あ、もうロッカールーム、ロッカールームで手軽すぎだよついてきてくれって言われて、わかりましたって。ほんと何やるかは聞かされてなかったんですよ。何でもよかったんですよ、はい、そのまま迷いなく。あ、もうもちろんもちろんもちろん、もちろん。すごいですね、はい。お前さん怒ってんの？いや、怒ってそう、幼稚の真似しないで。幼稚の真似。勝てばいい。勝てばいい。それがすべて。それがすべて。ずっと言ってんじゃん。それで楽しくなるんだからいいんだよ。おぶさん、悔しいのか？せんべいください。怒れるんですよ、もう今。せんべい、はい。怒られるのって嫌なの？嫌っすよ。何が嫌なの？怒られるのは別に、せんべい、いいんすよ。これ、あるからさ、生産するなと思うんすよ。これ、あるからさ、言い方だったんじゃない？じゃがいもと玉ねぎ。じゃがいも、そうっけ、せんけ。例えば、じゃあ、ガッパオライス。ライス少なめで。僕のミスが、ね、たぶん、あって、まあ、そういうとこ、怒られると思うんですけど、それに対して、感情的に怒る方いるじゃないですか。てれーとか、しれとか、そうとか。だるな、わかる。いらんやん、その言葉。思うじゃないですか。キチリ代表、今後ラブであったり自身をどのようにしていきたいんですか。横に日本一の店で働いてる人がいる手前言いづらいなっていうのはないんですけど、やっぱ日本一のお店にしたいですね。ラブを。売上ですか、知名度。売上、知名度、共にですね。知名度で言ったら今もうおかげさまじゃないですか。ホスト行かない人から知ったら、うん、ローランドさんの店のシックとか八代美代さんの店と、うん、多分ラブが有名ですよ。ホスト行かない人はその3つ以外多分分かんないですよ。そうですね、トップランディ、ラブとローランドさんの店と。やっぱりもうずっと右肩上がりで行くお店がいいですね。発展を続けていきたいですね。歌舞伎町の皆さん、どっこいさんだぞ。どっこいさんのいるトップランディ本店に遊びに来てみませんか。全国からえりすぐった100名を超えるイケメンたちがあなたをおもてなしいたします。過去にご来店されて指名の決まらなかった方もまたぜひお越しください。ナンバー上位総出の VIP 初回プランもおすすめです。どっこいさんだぞ。